クリミア半島北部に位置するジャンコイの中心部から、南東15キロにあるロシア軍の兵舎が大火災発生という2022年末のニュースを覚えているかな？また、8月にも同じ現場から20キロ離れた武器弾薬庫で大爆発が起きているよな。両事件ともバルチザンの仕業という話からクリミア半島でもロシア離れが加速していると言われていたよね。さて今回はそんな大火災について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。バルチザンが起こしたとされる本事件は2022年12月10日の夜、ロシアの実効支配地域にあるクリミア半島北部ジャンコイ近郊にあるロシア軍宿舎において、大規模な火災が発生して兵士2人が死亡したというニュースを複数の地元メディアが取り上げていたよ。それらの記事の内容としては12月10日夜にジャンコイから南東約 15km にある、ソビエツキーに設営されていたロシア軍兵舎で大規模な火災が発生し、兵士2名が亡くなったほか、施設にいた約200人が避難したと記されており、ここには昨年9月の部分的動員令で招集された200人以上の予備役動員兵が駐留していたんだ。これをウクライナの地元メディアでは火災はドローン攻撃によるものであると報じられ、ロシア側が設置したクリミア共和国のアクショノフ市長はドローン攻撃があったのはウクライナ側のフェイクニュースであると言っておきながらも、10日にはクリミア半島中部にあるシンフェロポリで防空システムが作動したため、ドローン攻撃に対して平静に対応するようにという住民への呼びかけを SNS 上で投稿していたみたい。このロシア軍宿舎の火災事件について、クリミア半島の先住民族であるタタール人とウクライナ人が立ち上げた反ロシア団体の宛て紙によると、ロシア軍宿舎の火災は計画的な放火であり、この先も我々のパルチザン活動によって、クリミア半島にいるロシア軍を内部から崩壊させ続けると主張する声明を出して警告を発しているね。クリミア半島は地政学的にも黒海を支配する重要な要衝として、古代から様々な民族が争う土地であったが、15世紀にオスマン帝国の属国としてクリミア半国が成立し、それが18世紀にはロシア帝国に吸収され、ここで先住民だったのが、8世紀頃にクリミア半島に流入していたチュルク系ムスリム住民を起源とするクリミアタタール人というわけなんだ。ここでの歴史を深掘りすると1917年に勃発したソビエト内戦において、クリミア半島は赤軍によって駆逐された後にソビエト連邦の一部となり、1921年にはクリミア自治ソビエト社会主義共和国が置かれ、ナチスドイツの占領下となった経緯があるぜ。そして、1941年から1942年に起きたクリミアの戦いにおいて、クリミアタタール人の多くが赤軍として強制的に参加させられたが、1944年にクリミアタタール人はナチスドイツに協力したとの容疑をスターリンによってかけられたため、約20万人が中央アジアやシベリアへ強制移住を強いられ、その過程で多数の住民が命を落としたな。このことはクリミアタタール人追放事件として、彼らの心に深く刻まれていて反ロシア思想の源となり、現在も引き継がれていることは広く知られているよね。スターリンが死去した1953年から14年後の1967年に、ようやくクリミアタタール人のシベリア追放措置が解除され、彼らのクリミア帰還運動が開始されたんだ。その後、1991年には当時のゴルバチョフ大統領の指示により、ソビエト連邦内に居住しているすべてのクリミアタタール人から代議員が選出されて、最高意思決定機関としてクリミアタタール民族大会が開かれ、タタール人のクリミアへの帰還が進められる運びとなり、常設機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスを設置したよ。しかし、彼らには平穏な日々は続くことなく2014年にクリミア危機が起こり、一方的にクリミア半島をロシア領として併合されたけど、もちろん国際社会とウクライナはそれを認めず現在も係争状態にありメジュリスにおいてもロシア編入を認めておらず、ウクライナ侵攻が開始された2022年2月24日にはクリミア半島はウクライナ領であるという声明を出しており、ウクライナへの支持を表明していたみたい。また昨年8月にもクリミア半島では海軍航空隊基地やセバストポリ軍港の海軍司令部などが、
ドローン攻撃などのパルチザン活動が盛んに行われ、反ロシア団体アテシを含めて3つのパルチザン組織が構成されており、およそ100人の非正規軍が潜伏しているんだって。現在クリミア半島にあるロシア軍の基地はもともとウクライナ軍が使用していたものであるため、正確な位置や基地内の配置など全ての情報を持っているほか、その基地に出入りしている内通者によって常に最新情報が提供されているというよ。このパルチザン組織にウクライナ側からドローンなどの兵器が流れており、攻撃目標などの指示も受けているらしく、ウクライナ軍と緊密な連携をとっていると言って間違いないだろうな。一般的にパルチザンというと、非占領地域での勢力に抵抗するため、地元市民が結成する軍事的組織のことを指し、これまでロシア軍に占領された町それぞれにウクライナを支持するパルチザン組織が結成されており、侵略してきたロシア軍によって家族や友人を残虐に殺されたことに起こり、そして、町や他の住民を守るために抵抗を続けているぜ。パルチザンの戦闘は、正規軍と違って敵と真正面から正々堂々と戦うのではなく、地下に潜んで行うゲリラ戦や、将校兵士の暗殺、軍事施設の爆破などによって敵の後方勢力を撹乱するものなんだけど、そもそもパルチザンとは旧ソ連がナチスドイツに侵略された際に、抵抗した民衆を指して呼称したものであり、その時と同じ名前で旧ソ連の流れを受け継ぐロシア連邦軍を苦しめていることは皮肉な話でもあるよね。現在ウクライナ軍が攻勢を強めているヘルソン州においては、ロシア軍が撤退する以前からパルチザンによってロシア側の補給路が遮断されていて、ウクライナ軍特殊部隊との共同作戦によって侵略者たちを追い詰め、ハイマースが配備された以降は、その標的となるロシア軍の弾薬庫や兵舎、司令部などの位置情報をパルチザンがウクライナ軍に提供していた背景があるぜ。彼らの情報やドローン偵察によってハイマースから発射される高価な GPS 精密誘導ロケット弾を無駄にすることなく、確実にドニプロ川東岸にあるロシア軍の兵站集積施設や補給路などへのピンポイント攻撃に運用できたと言って間違いないだろうな。ウクライナ国内においてパルチザンがロシア軍を苦しめる存在であることは間違いないけど、その活躍の根源となっているのは、祖国を守る大義によって戦うパルチザンと、ウクライナを侵略する理由も知らずに派遣されたロシア兵との士気の差だけではなく、パルチザンの教科書の存在があったことが大きいという指摘があるみたい。その中身はゲリラ戦の手本が記されており、2013年にアメリカ軍の特殊部隊が体系化した抵抗活動戦略 ROC と呼ばれる300ページの冊子であり、その中には道路標識を付け替えたり、撤去したりして敵軍を混乱させる方法や、道にガラスを巻いて軍用トラックなどの通行を阻止することなど、民間人でもできるような戦い方が詳しく書かれているらしいぜ。もともとウクライナはロシアから侵略を受ける前から、この ROC を元にマニュアル化して行政機関や個人に対しても、侵略を受けた際にすべきことを周知させて準備を進めていたとも言われているな。日本人はウクライナにおけるパルチザンの活躍を目の当たりにし ROC などのウクライナによる取り組みを見習い、世界で最も低い国民の国防意識を高めるべきであるとの意見が広がりつつあることから、これが近い将来、何らかの形で役立つかもしれないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。